京が中国と引き分け、小倉監督をシンガポール人の称賛。サッカーシンガポール代表は2月から大宮の監督や東京ヴェルディのコーチなどを務めた小倉太氏が監督に就任した。その初陣で中国代表と2対2の引き分け、シュート数では相手を上回るなど内容も上々で、現地ファンから称賛の声が上がっている。マジでなんてパフォーマンスだよ。小倉監督を本当に尊敬する。後半は特に素晴らしかった。この調子でいってくれ。強い意志があればこの代表チームは新監督の下で成長して成功するだろう。小倉監督は本当に最高だ。2対2になった後でも攻撃的な選手を投入するのを見るのはとても新鮮だ。これは監督が中国に本気で勝てると信じてることを意味する。代表チーム最高の復活だ。後半はより落ち着いて、交代で賢い戦術的な動きが見られた。小倉監督のいいスタートだ。これが俺たちが見たかったサッカーだよ。相手のボックス内で攻撃的なプレーをするのを見られるのは本当に嬉しい。ようやく本物の情熱を持った監督が現れた。しがらみにとらわれず、変化を恐れず、若くてハングリーな選手たちにチャンスを与えている。小倉監督体制で最高のスタートだ。